Making sense. 皆さんこんばんは、清水美智子です。こんばんは、三谷幸喜です。今週は幸喜と美智子のひと夏の経験ウィーク。一回も練習してないのに、うん、あれあなた散髪失敗したの？いやいや、あ、ちょっとこの前にあの別な仕事があってちょっとヘアメイクさんにちょっと切ってもらって失敗しました。ずいぶんなんか巨大なおでこになってますけど大丈夫ですか？これは成功したってことなんです。あ、その証だったのね。ごめんなさい。それは良かったです。今あのちょっと早く来たらもう清水さんお見えになってて。そうですよ。僕が座る席に別の男が座ってて。そうそう、すごい嫌な感じだった。嫌なもんですか。あの若者は誰ですか？それはね、星野源さんつってあのミュージシャンなんですけども、ね、すごい人気あるんですよ。聞いたことないな。うわだけどもあれなんですよね、あの解説を書いてくださった方なんですね。そうですよ。俺言いました、ちゃんと言いました言いました。本当、うん、どうもありがとうって上から目線じゃないですか、明らかに。もうちょっと不思議なもんですね。清水さんもおっしゃってたけど、僕の姿を見てその星野さんとその収録をしてる、収録ですよね、あれね。そうしてる時に僕がこうちょっと覗いた時に、うん、浮気現場を抑えられたみたいな、うん、みたいな、のそっとこう三谷さんやっぱりでかいなと思ったいやあれみたいな。僕もね、なんかねすごい切なくなりましたよ。なんか清水さんが楽しそうにやってる。あんたいつも誰かが楽しそうにしてるのを見ると切なくなる人だもんね、うん、別に誰が楽しそうにしてても切なくなるわけじゃなくてやっぱこう大事な人がなんか奪われたみたいやっぱりな、やっぱりって言わないどんどんみんな僕の元から離れてるみたいな感じで面白かったんですね。星野と美智子のなんとかウィークって言ってるかもしれないからね、来年の頃、うん、いやでも面白かったんですよ、聞いてて。あ、話トークが、うん、あ、本当ですか、うん、なかなか上手だったよ、まあ、何目線それちょっと聞いたことある話が 2,3 出てきましたけども、あ、あのあれかな、モノマネするところかな。そうそうそう、うん、でもね、あのいい話だった、うんうん、まあ性格いいからね、まだ30なんだよ星野くん、ね、うん、うん、なんか彼は何 どういう人なんですか。あの人はね、小劇場、あの大人計画でもあるんですけど。あ、そうなんだ、うん、大人計画俳優さん。そうだよね。あ、そうなんだ。そんで、うん、酒ロックのバンドの、ん、酒ロックって何ですか。酒ロックっていうバンドがあるんですよ、うん、結構有名ですよ。あ、そうなの。そうなの、やってらっしゃるんですよ、うん、ボーカルじゃないんですよ。歌を歌わないバンドなんですよ。かっこいいです。あ、そうなんだ、うん、へえ。なかなかあの、あれありそうでない YMO みたいな感じ。YMO を歌う時もありますね、 YMO は歌いましたっけ、うん、何笑ってんですか、失礼でしょ YMO に。おお、彼は伸びるね何なんですかねそれちょっとあの自分の居場所を今確認したい、そんな感じなんですよ。この間ね、うちにあの野沢直子と森さん中の3人と、うん、鬼やっこさんとまちゃまちゃさん、そしてバービーさんやってきたんです、うん、すごいね。それは野沢直子がもう帰るからね、うん、さよなら会みたいなのをやろうってことになったの、うんうん、うちが楽だってことになったんですけど、うん、その前日に星野さんが後書きはあれでよかったですかねって私にメールくれたわけ、うんうん、あ、全然ありがとうございました、すいませんでした、お礼が遅くなりましたなんてことをメールでやり取り してるうちに、僕の夢は清水さん家に行っていつかご飯食べることだって書いてあったから、うん、明日ちょうどあのブサグ芸人たちがいっぱい集まるけど来る、うん、って言ったら、うん、あ、喜んで行きますっつって、うん、でフェスに出てその帰りにうちに寄ってくれたんですよ。結構おっかないようなお姉さんたちいっぱいいる中で戦いましたよ、彼は。頑張った頑張りましたよ。すごいメンツですもんね。すごいメンツ。僕は降参してますよきっと。そうかもしれないですね、うんうん、姿消したと思うね、きっと。消せれたらいいですけどね多分一番奥に座ってて消せないんですよ、きっと。そうですね、うん、なんか演奏してたじゃないですか、うん、一緒に ね、うん、あれも悔しかったな。あ、だって笛でしょ、笛ってさ、ボーカル消すじゃん笛だけじゃないですよ、何ができるの、楽器やるよ。ピアニカ。ピアニ持ち歩いてないからな。そうね、よかった、うっとうしいようなピアニカと一緒にやるの嫌だな鍵盤鍵盤になりますしね。そうなんですよね。なんかちょっとやったら、うん、それにしても楽器、うん、楽器ってなんかね、年取ってもね、うん、あのなんか聴覚をすごくずっと刺激していると、はい、頭も老けないって書いてあるんですよ、うん、ああ、そうですね、アンチエイジングになるんだってよ。脳に近いしね。あ、知ってた、この情報。私びっくりしちゃった。そういえばミュージシャンみんな若いやと思って、うん、そうだよね、うん、そうですね、うん、なんかいつもこう楽器を持ち歩いてるのはかっこいいなと思うんですよ。かっこいい、うん、やっぱウッドベースかな。重いかなウッドベースでも重いけどかっこいいじゃないですか。かっこいい、
ね、もうベースを楽器に選んだ時点でさ、うん、前に出るっていうタイプじゃないですか。そうそうそう、それがいいんですよ、うん、ウッドベースにしよう。絶対あなたはベースのタイプじゃないですね。もっと前にドラムですよね。ドラム体力はな、前に出るベースがあってもいいじゃないですか。まあいることはいるか、花輪さんみたいにベースでネタやればいいじゃんあのお熱いのが好きっていう映画で、あのジャック・レモンがベーシストなんです、はい、の役なんですけど、うん、その演奏しながらくる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 回すのが本当かっこよくて、へえ、憧れたんですよ。ジャック・レモンってあの相川欽也さんがものすごく好きな人ね。まあ声もねそうやってくくられると なんかもっと彼について語ることはいっぱいありますけども、まあキンキンが声をやってらっしゃいました。キンキンがって言っちゃって、山目のジョナさんが、知らない、この言い方。トラック野郎でしょ。そう、見たことあるのありますよ、まあ、キンキンをそれでね、総括するのもどうかと思いますけど、ケロンパのご主人。そうです、そうです、初婚じゃないんだよねで、いろんな言葉発明されたのあの方ですよね。何言ってんの、そんなことないでしょ。ボインとか、ボインは違ったっけ。大橋巨泉じゃない全然ベクトル違うからね。人事ロゲは、人事ロゲ、あ、そうですね、深夜放送で相川欽也さんこちら、ね、変なこと知ってんね。いや、なんかあぴったりな名前だなと思ったんですよ。人事ロゲがその股間の今みんな使ってんのかな。全然一人もいないですよ。それよりはギャランドゥっていうのをユーミンさんが作られたらしいんですけど。え、どういうこと。 そちらの毛のことをギャランドゥって。あれの厳密にはそちらの毛じゃないんでしょ。当たり前じゃないの、秀樹がそんな歌歌うわけないでしょ。違いますよ。何に夢中なんですか、悔しい。おへその下の毛のことでしょ。そうですよ。そちらの毛とおへその間にある毛のことじゃないんですか。ああ、そう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 。だから人事毛とは違うんですよ。恥ずかしい、なんか言ってんですか、ジンジロゲって。ジンジロゲってでもあの誰も使ってないですからね。すごい恥ずかしい。なんなのこの、今日大事な日なんだよ、聴取率月間の。あ、そうなんだ。てか負けられないですよ、星野源に。そうですね、いい番組だった、なんかいいこと言ってた。そう、あのやっぱり、ね、性格が出るね。まあちょっと浅いけどね、言ってやろYeah, come on, guys. It's a special week, so we got to keep the topics high level, you know, like UFOs or ghosts. And earlier on, our hosts were discussing... Making sense. 皆さんこんばんは、清水美智子です。こんばんは、三谷幸喜です。今週は、幸喜と美智子のひと夏の経験ウィーク。一回もね、練習してないのに、うん、あれ、あなた散髪失敗したの。いやいや、あ、ちょっとこの前にあの別な仕事があって、ちょっとヘアメイクさんにちょっと切ってもらって失敗しました。ずいぶんなんか巨大なおでこになってますけど、大丈夫ですか。これは成功したってことなんです。あ、どう、証だったのね、ごめんなさい。したかったそれは良かったです。今あのちょっと早く来たらもう清水さんお見えになってて。そうですよ、僕が座る席に別の男が座ってて。そうそう、すごい嫌な感じだった。嫌なもんですか。あの若者は誰ですか。それはね、星野源さんつって、あのミュージシャンなんですけども、ね、すごい人気あるんですよ。聞いたことないな。うわてかでもあれなんですよね、あの解説を書いてくださった方なんですね。そうですよ、俺言いました、ちゃんと言いました、言いました。本当、うん、どうもありがとうって上から目線じゃないですか、明らかに。もうちょっと不思議なもんですね、清水さんもおっしゃってたけど、僕の姿を見てその星野さんとその収録をしてる、収録ですよね、あれね。そう、してる時に僕がこうちょっと覗いた時に、うん、浮気現場を抑えられたみたいな、うん、みたいな、のそっとこう、三谷さんやっぱりでかいなと思ったいやあれみたいな。僕もね、なんかね、すごい切なくなりましたよ、なんか清水さんが楽しそうにやってる。あんたいつも誰かが楽しそうにしてるのを見ると切なくなる人だもんね、うん、別に誰が楽しそうにしてても切なくなるわけじゃなくてやっぱこう大事な人がなんか奪われたみたいやっぱりな、やっぱりって言わないどんどんみんな僕の元から離れてるみたいな感じになって、面白かったんですね。星野と美智子のなんとかウィークって言ってるかもしれないからね、来年の頃、うん、で面白かったんですよ、聞いてて。あ、話、うん、あ、本当ですか、うん、なかなか上手だったよ、まあ、何目線それちょっと聞いたことある話が 2,3 出てきましたけども、あ、あのあれかな、モノマネするところかな。そうそうそう、うん、でもね、あのいい話だった、うんうん、まあ性格いいからね、まだ30なんだよ、星野くん、ね、うん、うん、なんか彼は何、どういう人なんですか。あの人はね、小劇場、大人計画でもあるんですけど。あ、そうなんだ、うん、大人計画俳優さん。そうだよね。あ、そうなんだ。んで、うん、サケロックのバンドの
サケロックって何ですか？サケロックっていうバンドがあるんですよ、うん、結構有名ですよ。あ、そうなの？そうなの、やってらっしゃるんですよ、うん、ボーカルじゃないんですよ。歌を歌わないバンドなんですよ。かっこいいです。あ、そうなんだ、うん、へー、なかなかあの、あれ、ありそうでない YMO みたいな感じ。YMO 歌う時もありますね。 YMO は歌いましたっけ、うん、何笑ってんですか、失礼でしょ。 YMO に、おー、彼は伸びるね何なんですかねそれちょっとあの自分の居場所を今確認したい、そんな感じなんですよ。この間ね、うちにあの野沢直子と森さん中の3人と、うん、鬼やっこさんとまちゃまちゃさん、そしてバービーさんやってきたんです、うん、すごいね。それは野沢直子がもう帰るからね、うん、さよなら会みたいなのをやろうってことになったの、うんうん、うちが楽だってことになったんですけど、うん、その前日に星野さんが後書きはあれでよかったですかねって私にメールくれたわけ、うんうんうん、あ、全然ありがとうございました、すいませんでした、お礼が遅くなりましたなんてことをメールでやり取り してるうちに、僕の夢は清水さん家に行っていつかご飯食べることだって書いてあったから、うん、明日ちょうどあのブサグ芸人たちがいっぱい集まるけど来る、うん、って言ったら、うん、あ、喜んで行きますっつって、うん、でフェスに出てその帰りにうちに寄ってくれたんですよ。結構おっかないようなお姉さんたちいっぱいいる中で戦いましたよ、彼は。頑張った頑張りましたよ。すごいメンツですもんね。すごいメンツ。僕は降参してますよきっと。そうかもしれないですね、うんうん、姿消したと思うね、きっと。消せれたらいいですけどね多分一番奥に座ってて消せないんですよ、きっと。そうですね、うん、なんか演奏してたじゃないですか、うん、一緒に ね、うん、あれも悔しかったな。あ、だって笛でしょ。笛ってさ、ボーカル消すじゃん笛だけじゃないですよ。何ができるの、楽器やるよ。ピアニカ。ピアニ持ち歩いてないからな。そうね、よかった。うっとうしいようなピアニカと一緒にやるの嫌だな鍵盤鍵盤になりますしね。そうなんですよね。なんかちょっとやったら、うん、それにしても楽器、うん、楽器ってなんかね、年取ってもね、うん、あのなんか聴覚をすごくずっと刺激していると、はい、頭も老けないって書いてあるんですよ、うん、ああ、そうですね、アンチエイジングになるんだってよ。脳に近いしね。あ、知ってたこの情報、私びっくりしちゃった。そういえばミュージシャンみんな若いやと思って、うん、そうだよね、うん、そうですね、うん、なんかいつもこう楽器を持ち歩いてるのはかっこいいなと思うんですよ。かっこいい、うん、やっぱウッドベースかな。重いかなウッドベースでも重いけどかっこいいじゃないですか。かっこいい、ね、もうベースを楽器に選んだ時点でさ、うん、前に出るっていうタイプじゃないですか。そうそうそう、それがいいんですよ、うんうん、ウッドベースにしよう。絶対あなたはベースのタイプじゃないですね。もっと前にドラムですよね。ドラム体力はな。前に出るベースがあってもいいじゃないですか。まあいることはいるか、花輪さんみたいにベースでネタやればいいじゃんあのお熱いのが好きっていう映画で、あのジャック・レモンが、はい、ベーシストなんですの役なんですけど、うん、その演奏しながらくる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 こう回すのが本当かっこよくて、へえ、憧れたんですよ。ジャック・レモンってあの相川きんさんがものすごく好きな人ね声もねそうやってくくられると なんかもっと彼について語ることはいっぱいありますけどもまあキンキンが声をやってらっしゃいました。キンキンがって言っちゃって、山目のジョナさんが、知らないこの言い方、トラック野郎でしょ。そう、見たことあるのありますよキンキンをそれでね、総括するのもどうかと思いますけどケロンパのご主人。そうです、そうです、初婚じゃないんだよねで、いろんな言葉発明されたのあの方ですよね。何言ってんの、そんなことないでしょ。ボインとか、ボインは違ったっけ。大橋巨泉じゃない全然ベクトル違うからね。人事ロゲは、人事ロゲ、あ、そうですね、深夜放送で相川金也さんこちら、ね、変なこと知ってんね。いや、なんかあ、ぴったりな名前だなと思ったんですよ。人事ロゲがその股間の今みんな使ってんのかな。全然一人もいないですよ。それよりはギャランドゥっていうのをユーミンさんが作られたらしいんですけど。え、どういうこと。そちらの毛のことをギャランドゥって。あれの厳密にはそちらの毛じゃないんでしょ。当たり前じゃないの、秀樹がそんな歌歌うわけないでしょ違いますよ。何に夢中なんですか。悔しい。おへその下の毛のことでしょ。そうですよ。そちらの毛とおへその間にある毛のことじゃないんですか。ああ、そう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 。だから人魚毛とは違うんですよ恥ずかしい。なんか言ってんですか、ジンジロゲって。ジンジロゲってでもあの誰も使ってないですからねすごい恥ずかしい。なんなのこの今日大事な日なんだよ、聴取率月間の。あ、そうなんだ。てか負けられないですよ、星野源に。そうですね、いい番組だった。なんかいいこと言ってた。そう、あのやっぱりね、性格が出るね本当まあちょっと浅いけどね、言ってやろう
Yeah, come on, guys. It's a special week, so we got to keep the topics high level, you know, like UFOs or ghosts. And earlier on, our hosts were discussing whether or not...